初代チェルムス・フォード子爵フレデリック・ジョーン・ネーピア・セシダーは、イギリスの政治家、貴族。1916年から1921年にかけてインド総督を務めたが、強圧的な統治を行い、繁栄運動の激化を招いた。また19、1919年の第三次アフガン戦争の結果、19世紀以来、イギリスが握ってきたアフガニスタンの外交権を喪失した。 1907年、礼服姿のチェルムスフォード協力軍大将の第二代、チェルムスフォード男爵フレデリック・セシジャーとその妻、アドリア・ファニーの間の長男として、ロンドン・イートン広場7番地で生まれる、ウィンチェスター・カレッジを経て、オックスフォード大学、モードリン・カレッジへ進学。1893年に、法廷弁護士資格を、 取得1904年から1905年にかけて、ロンドン市議協議会の議員を務める。1905年4月には、第3代チェルムスフォード男爵の爵位を継承した。1905年から1909年にかけては、クイーンズランド総督。1909年から1913年に、かけては、ニューサウスウェールズ総督を務めた。1924年のチェルムスフォード兄弟一事。 世界大戦中の1916年4月に、インド総督、ハーディング男爵が任期を終えて退任すると、チェルムスフォード卿がその公認となった。彼にはオーストラリアでの知事経験しかなかったが、戦時中の人材不足でたまたま、インドにいた彼が任命されたと言われている。第一次世界大戦回戦から最初の2年、インドナショナリストの多くは、戦後の恩賞目当てで、 イギリスに戦争協力した。しかし開戦から2年経ったこの頃になると自治になんだの、保証も出さない、イギリス政府への不満が高まり始めていた。時のインド担当大臣エドウィン・サミュエル・モンタギューは、ユダヤ人だったこともあって、インドナショナリズムに同情的であり、大英帝国の一員としてという留保をつけながらも、行政の各分野に、インド人を参加させる方針を示した。しかし、 チェルムスフォード今日はそれに消極的で、モンタギューの宣言に名前こそ釣らねたものの、実際にはほとんど協力することなく、モンタギューの主導で1919 19年、インド政府法が制定されている。1919年インド政府法は、政府機能を二分する、両党制を採用し、中央政府は引き続き、イギリス政府が支配するが、各州の農業、教育、徴税については、 衆議会に責任を負う、インド人大臣に任せるというものだった。対戦は1918年に終結したが、インド防衛法で与えられていた、非常体験を手放したくなかった、チェルムスフォード教は、1919年に弾圧法規、ローラット法を制定した。これにより、英領インド帝国政府は、政治犯を、売信なしの裁判にかけることが可能となり、 また破壊活動家については裁判なしで投獄することも可能となった。また言論への規制も大幅に強化された。ローラット法への反発は強く、インド各地で暴動が発生した。また職場放棄も盛んに行われ、インド経済に大打撃を与えた。チェルムスフォード卿は戒厳令を発して徹底弾圧することでこれに対抗した。 さらに公開無知打ちなどの残虐刑を許可することで恐怖支配を強化した。そんな中、アムリットサルでレジナルド・ダイヤー将軍率いる英員軍が群衆に向かって発砲を行い大量の死傷者を出した。この事件については一応調査委員会が設置されたもののチェルムス・フォード卿の決定により全員が面積となっている。こうした態度により チェルムスフォード卿はインド大反乱以来、最もインド人の民心を離反させた総督となった。外交面では第三次アフガン戦争に直面した。当時のアフガニスタンはイギリスに外交権を接収されていたが、1919年2月にアフガン王に即位したアマーヌ・ラーハーンは大戦で大英帝国が崩壊しつつあると判断して反転攻勢に出た。彼は、 アフガンは今や完全に自由で体内的にも対外的にも自主独立していると宣言し、さらにインドの民衆が放棄したのは正しい行いである。イギリス人は自分たち以外の何人も同じ人間とは認めないとイギリス批判を行った。そして5月にはアフガン軍を国境付近に展開してカイバル峠を占領した。チェルムスフォード卿は周辺部族が アフガン軍に合流するのを恐れて、英軍の投入を決定し、これにより両国は改戦した。戦闘はイギリス軍が優位に進め、アフガン軍の脆弱さに驚愕したアマーヌラーは、慌ててチェルムスフォード卿に和平を申し出た。チェルムスフォード卿の側も、周辺部族の動きを心配しており、また英軍内でこれらが流行していたため、早期終戦を希望していた。その結果、 8月には、両国間で条約が締結され、これにより、アフガンの外交権回復を認める羽目となった。1921年4月に任期を終えて、総督職を退任した。総督としての評価は最も低い人物の一人で、ある。帰国後の1921年6月3日に、チェルムスフォード主尺位を与えられた。1924年1月から11月にかけて、 ラムゼーマクドナルド内閣の海軍大臣を務めた。1926年から1928年にかけてはニューサウスウェールズ知事代理を務める。1933年4月1日に死去した。1905年4月9日の父の死により、以下の借位を継承1921年6月3日に、以下の借位を新規に与えられる。妻、 フランセス・シャーロット1894年に初代ウィンボン爵の娘、フランセス・シャーロット・ゲストと結婚し、彼女との間に以下の六子を設ける。ありがとうございます。